河野忠蔵の肖像写真、河野忠蔵から1922年1月28日は、明治期の裁判官、内務、警察官僚。感染県知事、河野、独座小寺。長戸国阿武軍萩土原で、長州藩士、白根助けの三男として生まれ、蔓延元年8月23日、徳佐村アザ大の河野直人の養子となる。1874年11月。 山口県15等出資長祖課勤務となる。1876年、司法省に転じ司法大進むなどを務め、1881年、判事となり東京上等裁判所判事に就任。その後、内務省に転じ神奈川県五等警部を経て、1883年、群馬県警部長に就任。以後、群馬県書機関三等警視、 警視庁警察本所事務員、岡山県書記官、愛知県書記官などを歴任。1894年9月、岡山県知事に就任。治水事業、産業振興に尽力。1897年4月、知事を非職となる。1898年4月、島根県知事に就任。県立中学校。 実業学校の設立など、中等教育施設の整備に尽力。1900年9月、茨城県知事に転任。見解と対立を続ける中、教育、産業振興に尽力。1903年6月、奈良県知事に転任。奈良定室博物館評議員も務めた。1906年7月、知事を休職となる。1908年7月27日。 給食満期となり退官した。その後、故郷の特さで寄席を送り、青年団長などを務めた。ありがとうございます。